全然自分はあれですよね、味を感じるところだけでも昔の人なら確かにないですよね、自分は。松さんは54歳で亡くなったんですけども、まあ、最後はちょっと苦しんだようですね。まあ、こちらの静養してましたけども、うん、実際の方は東京の方の本というので亡くなったと思います。あれは少し若干じゃ半分じゃないと思います。一生ですね、天皇丸がね、あれが入ってますね。それでやはり昔のあれですから、いろいろと偉い人 の結婚っていうんですか、そういうのがこう今西郷どんで入れてきます。西郷さんですね、その弟の柔道って言ったらご存知ですか。大磯に別荘があった人なんですけど、うん、その関係の人も一応古川店に入ってますね。まあ一部さん当時の発明家の人はお子さんがいなかったんですね。まあ、で、ムツさんと親しくしてましたので、ムツさんのお子さんを養子にもらったと。そしたら子供ができたということで、一応2代目はムツさんの純次さんを2代目にしたんですけども、まあ、35歳の若さで亡くなったということで、うん、3番目で虎之助さんが一応筋だということで、さっき視線がありました、あれも虎之助さんの時に、横浜大学